どうも、ふうふやです。いや、今年のマイクラリレーは、みんなのストーリーってことで、まあ、いつも通りエンドラ倒していこうかな。まあ、まずね、そこに村があるんで、まあ、ゴーレムとか倒して、鉄ゲットしようかな。あと食料もたくさんあるしね。いや、村の便利なところってさ、木とか石とか、全部あるんだよね。ここでピッケルを作ることにより、この家の下のね、丸石も取れると。で、これで石のピッケルと石の剣作ったんで、よし！これでまず準備完了かな？なんで、じゃあそこにいるゴーレムも倒しちゃおうか。いや、いつになく凶暴だな、このゴーレム。よし、これで鉄を4個ゲットしたね。おーい、そこの若者！ん？こっち側か？あ、なんか、いつもと違う家あるじゃん。え？あ、村長の家か。あ、どうもどうも、村長さんですか？いや、違う！わしは村長じゃ。村長さんか。お主、ちょっとこっち来てくれんか。とりあえずこれを見ておくれ。ん？何これ？はい。最近、ここのワールドにいる敵モブがものすごく凶暴化しておるんじゃ。待って、10万円って書いてあるじゃん。これ、手配書って書いてあるからもしかして、もらえるんすか？そういうことじゃ。まあ、何せ現金はあれだからの。これ見ておくれ。あ、携帯だ。その中に入れとるから。ありがとう。やったぜ。なんか得したな。もうちょい待ってくれんかの。ん？お願いと言っちゃなんだが、これを見てほしい。これ新しい手配書。ラベジャーじゃん。なるほど、300万か。やります。まだあんの？こいつは実はものすごく凶暴なんじゃ。見るか。何？これも手配書か。はい。そうじゃ。あれ、100円。いや。世の中に放っておけないおかん。私が世話をする。そうして守るんじゃ。買いたいだけでしょ。いや、まあ、わかったよ。じゃあちょっと行ってきまーす。頑張ってなー。さあ、てことで、これからこの、ラベジャーを倒したいんだけど、ラベジャーを倒すには、襲撃イベントを起こさないといけないんだよね。なんで、ピリジャー全焼基地をまず探そうかな。で、このもらった携帯なんだけど、あ、これで、あ、モブが指名手配されてる世界。このアプリを入れて、で、どれだろう。この、あ、討伐報酬10万。これゴーレムの報酬だね。なんで報酬を獲得すれば、はい。あ、残高で溜まってるわ。で、どうやらこのお金で、今回ね、アイテムも買えるらしい。で、今10万円だったから、あ、鉄インゴット1万だからこれ10個買えるね。じゃあもう10個買っちゃおっか。はい、じゃあこれで、さっきの分と合わせて14個か。いやでもこれから襲撃イベントやるから、これはまあ、でかいな。防具と鉄剣ちょっと作れたね。あ、ピリジャーの基地あったね。まずここで、あ、待って、ゴーレムが閉じ込められてる。待て、隊長いるぞ。あ、いる。こいつを倒すと、はい、不吉な呪いを獲得したんで、襲撃イベントが起こせるね。あ、待って、アレいるじゃん。まあ、でもわざわざ村長のために持って帰ってあげるか？ちょっと待って、あとゴーレムは、うまいことね、柵が邪魔して、俺を叩けないんだよね。よし！これで、ちょっと鉄いただくぞ。まあ、どうせだし、連れてきてあげるか。じゃあ、このアレイに、こう、まあ、なんでもいいからアイテム持たせると、来るんじゃなかったっけ？あ、来てる？あ、来てる！かわいい！痛い！これでじゃあ村に一回帰ろうか。よし、じゃあこれで村に着いたね。いや、これはもう村長も喜ぶだろうな。これで、あ、待って、あ、そうだ、襲撃だ。ちょっと、やばい。村長！うわ、なんじゃ！あれ、ごめん、ちょっとここにつけとくね。今から襲撃来るから、襲撃？家の中で隠れといて。あ、わかった、わしは2階に行っとく。うわー、来てるー。いや、これはね、まだね、どうにかなるな。ただ、ちょっと待って、俺、盾作ってねー。まあ、でも、さすがに1ウェーブ目は余裕だね。ちなみに今回これ、5ウェーブまであるから、そこまでどうにかして耐えたいね。2ウェーブ目来たんで、あぶね、ビンディケーターはまずい。こいつはね、攻撃力が半端ないんで、危ね。うわー、そっちは危ないぞ。大丈夫か？どうしたアイテムを渡しに来た。これじゃ。ありがとう。いや、これめっちゃでかいわ。ありがとう。この3ウェーブ目がね、来たー、ラベジャーだ。ラベジャーを倒す術があんまなかったんで、このマグマバケツはすごい助かる。そしてじゃあまず、ラベジャー以外を倒していこうか。ピリジャーを盾にして、弓矢を回避。まあ、できないんだよね。やめて！あ、オッケー！で、残り2体って書いてあるんで、残り1体、あとラベジャーだけだな。いるー！ちょっと村人に悪さしてない？大丈夫？で、ここでマグマ引いて、いい！めっちゃいい！ちょっと待って、これ、村長マジでファインプレー！危ねえ！こいつね、長いんだ、リーチが。ゴーレム！お前マジか！なんか改心してるんだけど。待って、ただ、マグマで、あ、ゴーレム大丈夫か？オッケー！これで、はいと、次がラストだね。ちょっと待って、お金溜まってるか見てみるか。はい。あ、討伐報酬300万入ってるね。そして最後のこの5ウェーブ目は、うわー、ラベジャーまた来てるし、エボーカーもいるんだよね。ちょっとこれね、先にエボーカーから行こうかな。ちょっと待って。もう、はい、ベックスは無視して、もうこれでね、トーテムゲットできるのがマジででかい。で、このベックスがね、本当に強いから、あー、ちょっと、まずい。どっから攻撃してんのかわかんない。まあ、ただ、だいぶ減ってきたから、どうにかなりそうではあるな。またマグマ作戦使うぞ。はい、この、一本道にマグマを引く。これめっちゃいいじゃん！でもね、これね、ラベジャーのね、リーチが長すぎて、これ攻撃、あ、でも倒したね。オッケー！来たー！勝利！待って、今俺マグマで倒したけどさ、その場合ってさ、お金もらえてるかな？あ、もらえてない。俺が倒したことになってないんだ。まあでも、もう1体倒したし、トーテムもゲットしたから十分かな。あ、村長見てる。2階から見てたわ。よし、これで、ラベジャーの討伐も完了したぞ、村長。そうだ、忘れてた。100円だよな。いい、100円はいいよ。じゃ、次の手配書を見たいな。あ、そうじゃ。次は大変じゃぞ。これを見るんじゃ。え？あ、ピグリンブルート。800万円って書いてある。マジか。こいつはな、このワールドにはいない。ネザーに行かなくちゃいけないんじゃ。このアイテムをもらうがいい。ほれ。お！これ、あ、マジで？ああ、いい！これ嬉しいわ、普通に。ありがとう。それを使って行ってきなさい。オッケー、じゃあ行ってきまーす。よし。じゃあ、行ってきまーす。いや、そこに作るんじゃない。さあ、ということで、まあ、ネザーに着いたんで、まあ、今回ね、最初にエンドラを目標にしてたし、一応まず要塞を見つけておきたいな。あ、廃要塞あったね。あと、ブレイズロットなんだけど、俺さっき300万円ゲットしたじゃん。アイテム購入の欄に、はい、ブレイズロット10万円で売ってたわ。だから、これ、とりあえず8本買おう。7、8本と、まあ、80万円だね。で、もうここで買えたんで、要塞には行かなくて大丈夫だね。で、なんか残りのお金は、金インゴットとかにして、ピグリンとなんか、交易でエンダーパールゲットしようかな。うわー、これ、ちょっと怖いな、廃要塞。いや、俺これ、金装備つけた方がいいな。てか、落とさない。あ、待って。これピグリンブルート、めっちゃいるから、ここで倒しちゃおう。あー、なんか来たー！やばいって、それはマジで。まあ、不死のトーテム持ってるんで、これを片手に、はい。よし！これで、まず手配書のモブは倒せたな。あ、もう大丈夫そうだ。どうだ？まあ、微妙かな。そんなに良くないな。で、ここの真ん中のチェストも取りたい！危ねー！はい。うわー、なんか、微妙だなー、危ねえ。いって、待って、これ、しまったー！これはまずいんで一回逃げよう。まあ、手配書のこのピグリンブルート倒せたんで、もうピグリンと交易しちゃおうかな。よっしゃ、これで、あ、2体倒してるわ。だからこれ、1600万やったー、めっちゃもらったー。これでとりあえず、めちゃくちゃ金インゴットを買いまくろう。お、こんなんでいいかな？はい。14。まあ、もうちょっとだな。で、光の矢もたくさんあるね。これは嬉しいな。あ、エンダーパールあるね。よーし、これでもういいな。よし、ピグリンブルート、討伐してきたよ。続けざまで悪いんじゃが、ほれ。え、エンダードラゴン、5000万！今すぐ行ってきてはもらえないだろうか。まあ、もう準備できてるしね。じゃ、これで、エンダーアイ作って、じゃ、行ってきます。頼んだぞ。ってことで、はい。いや、まさか、エンダードラゴンやっぱ来るんだな。5000万か。やっぱ他のモブと比べて破格の値段だな。さあ、次はどっちだ？え？ちょっと待って。近くない？ちょっとこれは。あ、この下だ。近すぎだって。おー、しかも、お、すぐあったわ。ポータルも探したいんだけど、あったわ。全部近いな、今日。よし、じゃあこれで、挑む、あー、やべえ、シルバーフィッシュに押された。で、挑む前に、今お金いくら ?980 万円もあるので、アイテムでダイヤモンド、これもう全部装備作れるぐらいには買えるんじゃないか。はい。ダイヤモンド26個。これ780万円だね。まあ、でもお金あってよかった。これでじゃあ、ダイヤ装備とダイヤ剣と、完璧。これと、あとクロスボウもね、さっきゲットしたんで、まあ、じゃあこんなもんでいいかな。よっしゃ、いつも通り、エンドラ倒していこうかな。はい、はい、はい。うん、弓もクロスボウも、あんま変わんねえな、これ。で、もうね、この柵でラストだね。なんで、はい、オッ OK。で、まあ真ん中に来たんで、うわー、まあでも水バケツで、はい、オッケー。やっぱなんだかんだ、エンドが一番手際いいわ、俺。これ、待って、もう終わっちゃうな。え、やっぱエンドラが一番短い？これで、どうだ？あと一発だな。はい。きたーこれで、5000万でいいんですか？やったー。ちょっと、携帯確認、携帯確認。もう振り込まれてないかな。これで手配上、振り込まれてる。やったぜ。これで、大金持ちになっちまったな。よし、エンドラも、討伐してきたよ。不敗だろ。緊急クエストじゃ。すまんの連続で。ウォーデン ?1 億？わしらもう居場所だけは突き止めてある。左の雪山がれじゃろ。すぐそこにいるんだ。そこの下じゃ。いや、今回全部近いな。やってきてはくれないかの。まあ、1億か。いきます。ウォーデンはやばいな。ちょっとじゃあその前に、いろいろアイテム買えると思うんで、これ最後のページのエンチャント台と、本棚64個3000万円。これがあれば俺最強のエンチャントできるということで、あとネザライトだな。よっしゃ、まずこれでネザライト化して、で、ラピスラズリもらったんで、あ、ダメージ増加。まあ、こんなんでいいかな。もう結構いいエンチャントつけられたね。そして、残高は1500万円か。なんで、このアイテム購入で、エンチャント金リンゴは買えるぞ。なんで、これ1個だけかな？もう多分トーテムとかも買えないね。まあ、いいでしょう。これで、ウォーデン倒して、大金持ちになってやるか。お！来たねー。うわー、もうすぐそこじゃん。で、ウォーデンとはもう正直、弓とかを使わずに、この剣で殴り続けた方がいいと思う。さあ、これで来るぞ。だから、もうずっと金リンゴとかで回復しつつ、殴り合うか。まず普通の金リンゴ食べて、あんまりね、でも食べてる暇ないんだよね。なんで、はい！痛くない。まだ耐えられてる。待って、これ、衝撃波マジでまずい。これ防具意味ないからね。はい。やめろ！じゃあ、いった！これエンチャント金リンゴ食べます。ここでもう、はい。無限に叩き続けるしかない。ギリまだ回復が間に合ってるけど、やばい、後ろ詰まった。結構叩いてる気がするけど、きたー！危ねえギリギリ倒せたな。あ、携帯確認、携帯確認。はい。きたー !1 億円獲得ってことで、所持金は、1億と500万円。まあ、これでね、マイクラ界の平和は守られたんじゃないかな。ってことで次は3チャンクの皆さんです。ぜひ続けてみてください。って感じで。まあ、僕は少し休みますかね。ふはや！え？え？ちょ、ま、